どうも、あきとです。過去問解説で2015年東大理系の第4問見ていきたいと思います。問題はこちら。 P1=1 P2=2 Pn プラス2イコール Pn 分の Pn プラス1乗プラス1括弧 n イコール1に点点点で定まる数列 Pn について括弧1 Pn プラス1 Pn 分の Pn プラス1乗プラス Pn 乗プラス1は n によらないことを示せ。括弧2Pn プラス1プラス Pn マイナス1を Pn で表せ。括弧 n イコール2、3、点点点。括弧3、Q1 イコール Q2 イコール1。Qn プラス2イコール Qn プラス1プラス Qn。括弧 n イコール1に点点点。で定まる数列 Qn に対し、Pn イコール Q2n マイナス1。括弧 n イコール1に点点点を示せ。こういった問題となっております。まずは括弧1番見ていこうと思いますが、括弧1番、問題文のこの参考完全化式によって定まる数列 Pn に対し、この Pn を使って定まるこの値、これは n によらないよと。つまりこれが定数であるということを証明してください。こういうふうに言っているわけですが、この括弧1の状況、まず全化式が与えられていて、この全化式によって定まる数列 Pn を考えるよと。この Pn を使って定まる別のこの数列を考えるよという状況ですので、全化式プラス別の数列という状況なんですが、この基本的な対処法として別の数列、この全化式を立式する。これが基本的な処理になりますので、括弧1番、この方針で進めていこうと思います。今回この別の数列に当たるのがこれになりますので、すなわちこの全化式を作っていくよと。まずは、例えば an というふうに置くことにしようと思うんですが、an イコール pn たす1、pn 分の pn プラス1次乗プラス pn 次乗プラス1。こういうふうに置くことにして、このAn の全化式を作っていくよと。で、この括弧1は証明問題で、これは n によらない定数、この an が定数であるということを証明する、数列 an が定数列であるということを証明するんですが、今全化式の話にするので、じゃあこの証明すべきこと、これも全化式の形に言い換えようと思うんですが、今定数列であるということを示す、定数列の全化式は an プラス1と an が等しいよと。次に言っても変わんない。なので A1 と A2 等しく、 A2 と A3 等しく、この n プラス1と n が等しい、これが定数列の全化式というふうになるので、全化式を作っていくんですが、具体的にはこうなるということを確認してあげれば OK です。今 n たす1と n 等しいということを確認したくて、今 n はこういうふうに定めているので、じゃあ n プラス1というものは番号1個上げてあげて、 pn プラス 2pn プラス1分のPn プラス2次乗プラス Pn プラス1次乗プラス1、こうなって、これと n のこれが等しいよ、それを確認したいんですが、今この n は Pn と Pn たす1、これが登場していて、こっちの n プラス1は Pn プラス2というものが登場しているので、この Pn プラス2というものを Pn と Pn たす1、これで表したいんですが、これは問題文のこの全化式、これ使ってあげればそのまま表すことができ、Pn 分の Pn プラス1次乗プラス1、残りはそのまま Pn プラス1、こっちに関しても代入してあげて、 Pn 分の Pn プラス1次乗プラス1で、これの次乗をプラス残り Pn プラス1次乗プラス1、問題文で与えられている Pn に関する全化式、これを使って An プラス1をPn と Pn プラス1の式でこういうふうに表すことができました。これを整理していって An のこの式に一致するということを確かめていこうと思うんですが、例えばこの次乗とか展開していってもいいんですけど、今回この形でこの赤で線引いた Pn プラス1乗プラス1、これが分子分母に共通しているので、これで約分して少し簡単な形に直すことができます。今回 Pn プラス1の次乗をこれ0以上で、1足したら1以上だよと。まあ、1以上なので特に正で0になることはないから、これで割ることができ、これで割ってあげると Pn 分のここ1というふうになり、かける Pn プラス1、ここの部分は Pn 次乗を、この括弧の次乗を分子分母次乗次乗ばらしてあげて、分子の方が Pn プラス1乗プラス1、これの次乗というふうにばらすとなるんですが、1回約分されるので肩の数字が1個減って1乗、すなわち Pn プラス1乗プラス1、そのままというふうになり、こっち約分してあげると1というふうになるよと。さらにこれまだ分子分母の中にまだ分数残っているので、これをなくすために分子分母に
PN の次乗を、これかけてあげると分子分母内の分数は消えて、これかけてあげるとまず分母に関してはこう約分されるよと。今 PN というものが分母に来ていて、ここの全化式とか、あと今 AN といったこの分母にも PN というものが来ているんですが、これは今回初項第2項両方とも正で、あとはこの関係式考えた時に次乗して1足すので正、分母に関しても手前のところは正ですので、正のもの割る正のものだから PN プラス2正の値というふうになるよと。機能法によって PN は常に正だということがわかるので、分母に PN とか PN プラス1とか来ても問題はなく、まあ、こう約分してあげるとこれ PN、PN プラス1というふうになり、こっち展開してあげると PN プラス1、次乗プラス1プラスこの部分 PN、次乗というふうになるよと。でこれで整理することができ、じゃあこの AN と比べてあげると分母に関しては PN、PN プラス1全く同じで、分子に関しても PN プラス1次乗、PN 次乗プラス1ということで、これで AN と同じ式というふうになったよと。N プラス1と N が等しい、すなわちこれ定数列の全化式で N によらない示すことができました。今度は括弧2番見ていこうと思うんですが、括弧2番具体的に見ていく前に括弧1の誘導ありますので、ここから分かること考えてみようと思うんですが、まあ括弧1ではこれは N によらない定数ということを示したわけなんですけど、じゃあ具体的にその定数の値どういう値なのか、まずは調べておこうと思うんですが、今 PN プラス1、PN 分のPN プラス1次乗プラス PN 次乗プラス1、この値が N によらない定数だ、そのことを括弧1で示したので、じゃあ例えば N イコール1というふうにしてあげて P2、P1、P2 次乗プラス P1 次乗プラス1、今括弧1で AN というふうに置きましたが、この AN が定数ですよと、すなわち数列 N 定数列なのでずっと初項 A1 と同じ値が続いていくよと。なので n イコール1としたこの値と等しいよと。で今 p1 が1で p2 2というふうに言っているので代入してあげると 2×1 分の2次乗足す1次乗足す12分の4足す1足す1で62分の6なので約分されて3というふうになり、今この括弧1番の n によらない定数具体的には3という値が続いていくよと。このことが分かり、今分数の形なのでじゃあこれ分母払ってあげると PN プラス1次乗プラス PN 次乗プラス1、これが3倍の PN プラス 1PN、 この関係式が出てくるということが括弧1から分かるんですが、具体的にはこれ PN と PN たす1の間の関係式、すなわちもともと3交換だったんだけど、今この括弧1の結果から次乗というふうなちょっと複雑な形であるんですが2交換全化式が出てくるよと。それが括弧1からわかるわけです。これを踏まえて括弧2番見ていこうと思うんですが、 PN プラス1プラス PN マイナス1を PN で表してくださいと。すなわち全化式を作ってくれというふうに言っていて、登場しているものは PN マイナス1、PN、PN プラス1、この3つ登場しているので3交換全化式が出来上がるんですが、もともと3交換全化式があって、これ分数とかあとは次乗とかちょっと複雑な形なんですが、もっと簡単な形で表すことができるのでそれをやってくれというふうに言っているのがこの括弧2番というふうになるわけです。今ここ PN-1 というふうにあるんですが、見やすくするために番号1個上げてあげて PN プラス2プラス PN で、これを PN プラス1で表してあげるよと。意味としてはこれと全く同じですので、ここでは番号1個上げてあげて PN プラス2プラス PN、 これを変形していって PN プラス1で表していく、こういうふうに進めようと思うんですが、今 PN たす1で表したくてこの PN プラス2もともと3交換全化式があるので、じゃあこれ使ってあげると PN プラス2番号下げることができ、 PN 分の PN プラス1次乗プラス1、今 PN プラス1で表したいのでここを番号下げてあげるよと、プラス PN 問題文の3交換全化式からこういうふうになるということが分かり、じゃあこの分数まとめてあげると PN 分のPN プラス1次乗プラス1プラス PN というものがあって、もう一回かけるので PN 次乗というふうになるよと。で今これを PN プラス1の式で表したいんですが、今丸1さっきの括弧1で出てきたこの結果考えてあげると今共通している部分が出てきて PN プラス1次乗プラス PN 次乗プラス1というものがここに共通しているよと。なので丸1番代入してあげるとこれ PN 分の
3倍の PN プラス 1PN、 ここからこっちに関しては丸1番使っておりますが、こういうふうになり、これで PN がうまいこと消えて3倍の PN プラス1、こういうふうになったよと。今計算していて全化式と丸1使ってこういうふうになったので、じゃあ簡単な全化式としては PN プラス2プラス PN イコール3倍の PN プラス1、今ここでは N123 点点点、まあ、自然数だったら何でもよく今こうなるということが分かり、じゃあここで問題文のこの形番号1個下げてあげると PN プラス1プラス PN マイナス1、これ3倍の PN、 番号1個下げているのでここ N1 からではなく2からというふうになり N23 点点点で、これで3倍の PN という PN で表すことができたので、これでカッコ2番おしまいです。今度はカッコ3番見ていこうと思うんですが、この中身を見ていく前にカッコ2番から何が分かったのか、それを整理しようと思うんですが、カッコ2番の番号1個上げた形、このことをカッコ2で導きましたが、ここから何が分かるのかというと、数列 PN に関してこれ初項1第2項2で、元々の参考完全化式よりかなりシンプルな形の参考完全化式出来上がったよと。これがカッコ2から分かる情報で、これ書いてあげると PN プラス2イコール3倍の PN プラス1マイナス PN と、カッコ2から分かったこととして、元々の形よりかなりシンプルな形のこの全化式、これによって定まる数列が PN だと、このことが分かったわけです。で、これを踏まえた上でカッコ3番考えていこうと思うんですが、カッコ3番Q1、Q2 イコール1、初項と第2項が1で、Qn プラス2イコール Qn プラス1プラス Qn と、すなわち1個前と2個前足したらそのものというふうになっているよと。これ有名なフィボナッチ数列が Qn というふうになっているんですが、この Qn に対し Pn イコール Q2n マイナス1、つまりこの Pn というものはフィボナッチ数列の奇数番目集めてきたものですよと、そのことを証明してください、そういうふうに言ってるわけなんですが、今カッコ2でこのシンプルな形の参考完全化式、これによって定まるのがこの数列 PN だということが分かり、この PN に関してこうなるということを確認するよと。今全化式があり、さらに証明問題というふうになっていて、この場合の基本的な処理として数学的機能法を使うというものがありますので、このカッコ3番数学的機能法で証明していこうと思います。で、機能法というふうに言った時にいろんな型があって、この機能法の型は全化式と同じ型、今括弧2番で得られたこの全化式参考完全化式というふうになりますので、この括弧3番の数学的機能法、参考完全化式と同じ型の数学的機能法を採用してあげて、つまり n イコール12、ここで OK ということをまず確認するよと。そして n イコール kk プラス1で OK、 こういうふうに仮定し、この次の n イコール k プラス2、これで OK であるということを確認する。これが参考完全化式のタイプの数学的機能法というふうになりますので、これを確認していこうと思います。まずは N イコール1、2。これを確かめていこうと思うんですが、すなわち N イコール1というふうにすると P1、で今これ1というふうになっているということが問題の設定で与えられていて、で今これが N イコール1というふうにすると Q1。Q1 と一致するかということなんですが、今回 Q1 は1というふうに言っているので P1 と Q1 が等しい、 N イコール1に関してはこれで OK ですよと。今 N イコール1で OK ということが分かり、じゃあ今度 N イコール2の瞬間 P2、 今 P2 というものはこれ2というふうに与えられていて、でこれが N イコール2というふうにすると Q3、 Q3 と2が一致するということを確認したいんですけど、今この2というものは1たす1で、この全化式考えてあげるとこれ Q1 プラス Q2 というふうに表すことができ、で Q1 と Q2 足したものが Q3 というふうになりますので、これで N イコール2で OK だと、まあ最初の12で OK、 これに関しては確認がおしまいです。じゃあ今度 KK プラス1で OK と仮定するよと。すなわち PK っていうものが Q2K マイナス1であり、さらに今度 K プラス1の状況で PK プラス1が Q の 2K プラス1というふうに仮定するよと。 K1 に点点点というふうにして、ある K のところと K たす1のところでこれが成立するというふうに仮定するよと。でこういうふうに仮定して、ゴールとしては
今 k たす2の瞬間、すなわち pk プラス2と q2k プラス3、これが一致するということを確認してあげればよく、まあ、この確認はいろいろあるんですが、ここでは pk プラス2と q2k プラス3、これ計算していってこれが0になるよと、これ計算していって0になるということを確かめるという方針で進めようと思うんですが、じゃあこれ0になるよ確かめたくて、今参考完全化式で pk プラス2は仮定使うために番号を下げてあげると3倍の pk プラス1マイナス pk というふうになり、マイナス q に関してはこの全化式があり、これも下げてあげると 92k プラス21個前と2個前 92k プラス1こういうふうに表され、で今仮定から pk プラス1というものが q の 2k プラス1、こういうふうに仮定していて、マイナス pk は q の 2k マイナス1、こういうふうに仮定しているよと。で引く q の 2k プラス2マイナス q の 2k プラス1、これがあるんですが、 q の 2k プラス1に関して3引く1で係数が2というふうになるよと。整理してあげるとこういうふうになり、2倍の q2k プラス1マイナス q2k マイナス1マイナス q2k プラス2と、でこれ0になるということを確認したいんですけど、まあ、Q に関する話はこの全化式で決まっていて、じゃあこの 2K プラス2番号を下げてあげると Q2K プラス2というものは1個前の Q2K プラス1と2個前の Q2K、 この2つの和というふうになるので、じゃあこれマイナスになって Q の 2K プラス1マイナス Q の 2K マイナス1でマイナスのこれ Q2K というふうになるよと。で今これで 2K マイナス1、2K、2K プラス1の参考感というふうになっていて、まあ、再び1番番号のキーここに使ってあげると Q2K プラス2個前の Q2K マイナス1マイナス Q2K マイナス1マイナス Q2K ということで、これで全部消えて0というふうになるよと。なのでこれで N イコール K たす2の瞬間もこれが成立するということが分かったので、数学的の方から Pn と Q2n-1 これが等しいよ証明することができました。はい、ということで今回はこちらの問題を見ていきましたが、しっかり誘導がついていてこの意味を考えなければいけないんですが、これ n によらない定数だということで具体的な2項下の全化式が出来上がっているよと。で括弧2ではよりシンプルな3項下全化式を作ったよと。そんなに誘導の意味を考えるのは難しいものではないんですが、そこをしっかり考えてあげると丁寧な誘導がついているので、そんなに方針に困ることはなく進めていくことができるのかなというふうに思います。今回はこんな問題を見ていきました。また見てください。バイバイ。